いやあ、刹那啓介だよ。なんとこの度、俺、刹那啓介は、とあるゲームで、ガヤとして出演することが決まりました。そのゲーム作品のタイトルは、アウトデュース、ビヨンドクロノス。2020年冬、今年の冬ですね、発売予定の VR ゲームです。イエーイ、ビヨンド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 。この光景は夢じゃない。ストーリーは2080年近未来、人類は突如出現した超巨大生物メテオラによって地下へ救いを求めた。要は地上が攻められたから地下に逃げたんですね。地下に逃げた人類はそこで都市を発展させていきます。その都市の名前はオーグメンテッド東京。しかしね、発展したとは言うのものの、実はこれ AR の技術を使って何もない空間を華やかにしてるだけという、そういう見た目だけ華やかで、実は AR さを覗いてしまえば何もない殺風景な風景、それがゲームの舞台。それから200年後、2280年、メテオラに対抗する組織プロメテオスに所属するクロエという女の子が主人公です。このクロエは人型後押し防衛兵器マキアという巨大ロボットを操り、厳しい戦線を戦友たちと生き抜いてきた。その群れの中には親友だったコークのためという思いが渦巻いています。このコークの出会いこそが、戦いしか知らなかったクロエを人としての感情を持たせたきっかけになりました。しかしコークはメテオラに捕食され、帰らぬ人になってしまいます。そして時は流れ、運命の歯車は急速に音を立てて回り始める。コークの姿をしたメテオラの襲来、そう、これがクロエの現実。プレイヤーは超巨大異生物メテオラと戦うマキアのパイロットクロエ少尉となり、200年後の地球を舞台としたストーリーを体験していく、そんなゲームとなっております。もうここでさ、すごいワクワクするよね。まずさ、この今紹介したコーコという人物、このコーコとクロエがの絡みがさ、要はさ、プロローグとして出てきて、もうプロローグのうちにね、コーコという人物は死んどる状態で始まるってことでしょ。これがさ、どんどんストーリーを進めていくにあたって、そのクロエとコーコとの当時の物語っていうのがどんどん解明されていくような、そんな展開になりそうな気がするよね。要はさ、序盤は明かされてなかった過去をストーリーが進むにつれて明かされていくような、もうそんな展開予想されるんですよ。そんな面白くないわけないじゃないですか。もう世界観からして、そのストーリーがこうなるんじゃないかっていう妄想までできてさ、今から結構ワクワクしておりますわ俺。あとね、今2人のキャラクターの紹介をしたんですけども、もちろんそれ以外のキャラクターの方もね、個性的で華やかなキャラクターが揃っております。こちら、これらのキャラクターのデザインを担当したのはイラストレーターのラムさん。アウトデウスの前作である東京クロノスの頃からキャラデザを担当しておりまして、あと他には、専門学校春っていう学校の、あの2019年度の CM のキャラデザも担当しておりますし、あと VTuber の九条りんごっていう方のキャラデザを担当したのもこの人ですね。まあなんといってもさ、あの独特のデザインでね、もう見た瞬間でラムさんやなってわかるような感じなんですよ。特に目の輝き方がキリッとしとって力強くてね、ちょっとどっちかって言ったらややきつい印象の絵に見えるかもしれんけどさ、それが言ってしまえば今作と前作の東京クロノスのさ、ちょっとややハード気味な世界観にマッチしとるといえばそうかもしれんなって俺は思うわけです。インパクトがあるよね。そしてキャラクターのキャストは以下の方、
俺が注目してるのはアニマ役の石川由依さん。この中で唯一前作の東京クロノスでも主演キャラを演じた人で、その実力から今回のキャラクターアニマの演技は石川さんにしかできないっていう、そういう期待のもと抜擢された実力者。もちろんそれ以外の方も言うまでもなく豪華な声優陣ですよね。名前を見たことある人が並んでおりますね。人生とは選択と決断の連続である。ゲームは主に2つのパートに分かれておりまして、探索や会話がメインのアドベンチャーパート、人型巨大兵器マギアを操りメテオラと戦うマシンアクションパートの2つに分かれます。まずはアドベンチャーパートの注目点から。このゲームの登場人物はですね、みんなパーソナル AI リブラっていうものを装着しております。これはですね、その装着者の意思決定の負担を減らし精度を高めるための機械です。もちろん主人公のクロエもこれを装着しておりまして、このリブラが導き出す数々の提案を一つ、その中から一つ決断して選び取ることで話が進んでいきます。要はですね、 AI がその場にあった選択肢を用意してくれて、プレイヤーがそこから選ぶっていう形でゲームが進展していくわけですね。これをですね、このような感じの絵で表現されております。もう見た目からしてね、装着していって機械がこういう選択肢を出してくれてるみたいな、そんな感じのビジュアルでね、話が進んでいくわけですよ。そこで選んだアクションによってクロエたちの物語が目まぐるしく変化して結末にも影響を与えるというマルチエンディングストーリーなんです。つまりね、自分の決断で物語がね、だいぶ変わるっていう、この決断をすればこうなってしまうみたいな、そういうことでね、何度も何度も楽しめる話になってきてます。そんなシナリオを構築しているシナリオライターはこちらの方々です。注目は小山恭平さん。この人は小説家なんですけども、前作の東京クロノスでもメインでシナリオを書いて、特に重要なオチの部分もこの人が決めました。なので今回のアルトデウスのストーリーもこの4人の中でこの人が一番中心になって物語を決める、まあ代表者の方かと思いますね。この方ね、とあるイベントでサイン会を当てたことがありまして、俺この方のサイン持てるんですよ。東京クロノスでのオチもね、結構素晴らしいものだったので、今回のアウトデュースのオチもすごい期待しております。マシンアクションパートの注目点ですが、そもそもマキアというのはこちらの A のロボットなんですけど、なんとサイズは 400m、 めっちゃでかい巨大ロボットなんですよ。 400m って言うたら、他の作品で言えばマクロスコーダー、マクロスフロンティアに出てくるでかい戦艦あるでしょ。あれの全長は確か設定上402メートルなんで、だいたいあれぐらいのサイズなんですよ。でかい、でかいわ。そんなでかい必要あるのかって言うんですけどね、監督の柏倉監督はね、もうこういう巨大ロボットを操れるという爽快感を、ね、ゲームで表現したいっていう、そういう熱のもとやってますんでね。そう、このゲームをやったら巨大ロボットが操縦できる。メカのデザインを担当しているのは、後悔って、ワンフォーさんですね。他の作品で言えば、アウドノアゼロのロボットのデザイン。あと、リクリエイターズって読むかな。俺よく知らない作品ですけど、それのロボットが出てくるんかな、のデザイン。あと、86。これはライトノベルかな、確か。でも、なんかデザインやってた方らしいですけど、こう見たら確かにね、アウドノアゼロのロボットっぽいなって思いますもん。俺アウドノアゼロ見たことあるんですけどね、火星のカタクラフトっていう火星のロボットがさ、こんなデザインだったような気がするわ。そういえば、うん、なんかそういえばって感じで、このロボットにはサポートアーク、さっきのキャラ紹介でも出てきたこのノアっていう子、実はこの子がね、歌姫なんですよ。がサポートしながら歌を歌いながら戦いが進んでいくわけです。いいよね、戦闘中に歌姫が歌を歌うってさ、もはや定番化してるよね。
もう戦場を彩る一輪の花みたいな感じ。操作はですね、ハンドジェスチャー。ちょっと動画は用意できないんで、ちょっと分かりにくいんですけども、こういうなんかタッチパネルを操作して、武器を展開していくっていうことがですね、要は VR なんで、コントローラーがあるんですけど、プレイヤー自身がこういう手の動きをして操作することができるってことじゃないかなと思います。要はほんまにロボットを操縦できるし、VR の映像が体験できるわけですよ。こんなん買いでしょ。もちろんね、こちらのマシンアクションパートでも決断が迫られます。要は分岐点があるわけですね。多分敵を倒すとか、深追いするしないとか、そういう選択肢になるんだろうけど、もうこちらでもストーリーの分岐がね、展開されていくわけで。この世界の全ての謎を解き、最後の選択と決断にたどり着いたとき、あなたが選ぶのは。じゃあそろそろ冒頭の話に戻りまして、ガヤとして出演するって何っていう話についてなんですけど、このゲームね、実は7月29日からクラウドファンディングを行っております。要はね、募金を募っているわけなんですけど、その募金額ごとにね、いろいろなコースが用意されておりまして、要はこのコースだったらこの金額で、そのコースごとにリターンっていう、要は募金に対するお礼の品もいろいろ決められとって、それを募金した人が受け取れるっていう仕組みなんですね。そのリターンの中で特に注目されていたのがガヤ参加権。名前の通りね、このゲームにガヤとして出演できる権利を手にすることができるんですよ。すごない？ゲームに出れるんですよ、ガヤとはいえ。もちろんこのガイア参加権はね、ファンとしてはもうとにかく嬉しいものですってね。もう東京クロノス、前作の東京クロノスの頃にファンになってね、今作アウトデウスにすごい期待を乗せとった人がたくさんおる中でね、こういう自分の好きなゲームがね、ゲームにね、ガイアとして出れるって聞いたらさ、そりゃあみんな狙うでしょ、ガイア参加権。クラウドファンディングスタートする前からもう騒がれとったんがこれやね。それ以外でもですね、ゲーム内にできる SNS に投稿できる権利、つまり自分の作った文章がゲーム内の SNS に出てくるっていう、そういう権利だったり、あとすごい内容だとしたら、めっちゃ金額のあるコースだったらね、ゲームの制作現場、それを見学できる権利みたいなのもあったらしいですね。あとは普通に設定資料集とかがついてきたり、このゲームに関するグッズとかを敷き詰めたような、そういうコースもあるんですけど、まあそんな感じで特典がすごい豪華なんですね、クラウドファンディング。そんな豪華特典もあって、このクラウドファンディングはですね、開始直後からとんでもない勢いで進んでおりまして、目標金額がですね250万円って設定がされていたんですけど、この250万円っていう目標金額、あっという間に集まってしまいました。さていきなりですが問題です。この目標金額250万円集まるのにかかった時間はどれくらいでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、終了。はい、そこまで。はい、そこまでーす。遠くまでー。正解はですね、なんと、3分50秒。ばや。これはですね、このゲームのファンの方がですね、クラウドファンディング始まってから、きっちりストップウォッチで測った、結構正確な時間らしいです。とんでもねえな。アウトデウス。まだ開始6時間で、その4倍の金額、1000万円の到達しております。このクラウドファンディングではね、8月末まで行われ、金額ではなく支援者1000人を目指していたんですけども、先日、その支援者1000人もクリアしました。もうさ、発売前のさ、情報公開とかからもう、たくさんのファンから、反響があって、もうすごい愛されてるゲーム。 VR ゲームってね、あんまり CM とかないじゃないですか。ネットとかの記事でようやく見て、ようやく知れるような
結構まだ世に知られてないゲームが多いと思うんですよ。でもね、このゲームはかなりすごい広い範囲で伝わっておりまして、もう VR ゲームが好きな人にとってはさ、このゲームを知らない人はいないって思ってもいいんじゃないかなって。それは言い過ぎかもしれんけど、もうさ、 VR のゲームができる環境があるんだったらぜひやってもらいたいし、これをきっかけにね、 VR のゴーグルを買ってほしいなって、そういう思いがある、そんなゲームです。では最後に、このゲームの最高責任者を紹介したいと思います。このゲームの総合プロデューサーで、かつこのゲームを制作している株式会社マイディアレスの代表取締役 CEO の岸上健人さん、この方が要はこのゲームの代表者。この人さ、結構ネットで精力的に宣伝活動しておってね、よく紹介とかの生放送で、ね、顔を出してる方なんですけどね、この人ね、すっごい熱がある。さっき言うたクラウドファンディングやってね、募金を集めるとかそういう意味合いでやってるんじゃなくてね、こう参加している人とゲームを作っているクリエイターの人との一体感、それを求めてこういうクラウドファンディングをしているらしい。要はね、別に金額がたくさん集まるっていうか目的じゃなくてね、もうクラウドファンディングに参加してくださった人もクローゲームの一部なんだよっていう、そういう一体感を強調していきたい、そんな気持ちでクラウドファンディングしてたらしいです。でもそうよね、クラウドファンディングに参加したってことでね、もうこのゲームの一員になれた気がするもん。このクラウドファンディングに参加した人の通称はね、共犯者って呼ばれております。要はね、もう仲間なんですよ、このクラウドファンディングに参加した時点で。もちろんクラウドファンディングに参加してなくても、プレイしただけでもね、もうこのゲームの一部っていうことで考えてもいいかと思います。そういう感じの一体感、これを強調している方ですね。しかもこの人ね、若くして自分の会社立ち上げてるんですよね。確かまだ20代後半だったかな。そんな人がさ、何年か前に自分の会社立ち上げて VR という分野で活躍している、しかも第一線で、そんなすごい若くかつもう自分の夢に一直線な人、そんな人を尊敬せんでどうするんだって話やもんな。なんだかんだ言うてね、俺と同じ徳島出身っていうねそういう親近感もありながら、この人のこと尊敬してますわ俺。というわけで、アウトデウスビヨンドクロノスの紹介なんですけどもね、この動画を見てくださって、このゲームのことを興味持ちましたわって方はね、概要欄にね、このゲームの公式サイトの URL 貼っておきますんで、そちらが飛んでちょっと確認をよろしくお願いします。あとね、この説明の中で、ね、何回か名前出してるんですけど、前作、このゲームの前作東京クロノスっていうゲームもですね、もう発売してからもう1年半が経っております。そちらの方も注目していただければと思います。なんなら俺ね、その東京クロノスの実況をですね、1周目の完結までは実況動画として出しますんで、まあ体験版みたいな感覚で見ていただければなと思います。というわけで、今回の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。週上げ。